間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。最終的には1対1のレッスンということになりますので、先生との相性というものももちろん大切になってくるかもしれませんが、いくら相性が良くても大人の生徒さんの身になっていろいろと工夫をしてレッスンをしてくださるかどうか、そういった引き出しをたくさん持たれているかどうか、あるいはこれから引き出しをいろいろ作っていって、なんとかその生徒さんにスムーズに早く上手くなってもらおうと思っているかどうか、それはまた相性の問題とは別の問題だと思います。この続きは次の動画をご覧ください。